暑いです。日差しが強いね。サガントスも強いよ。キュエル見れるのちょっとなんかでも嬉しいな。それはそれで現役の頃すごい好きだったし、リーズの10番だった頃とかめっちゃ好きだったから。あまり見ないです。あ、食レポ食レポなんかめっちゃ一言でいい感じに。ホリケン美味しいです。はい。じゃあ今日の意気込みを。今日、いやちょっと勝ってもらわないと困るんで。困るね。勝ち点3をとりあえず持って帰って、次の新潟も勝ち点3でお願いします。ゴールゲッターはケイマンで。おネコさん、はい、チラ、はい、どうですか前半どうでした。めっちゃ惜しいのがいっぱいあって、あ1点ぐらい欲しかったなーって。欲しかったね。菊池くん良かったし、よかった、ね、山崎選手も良かったし、良かった、いい守備してたね。集中してた。萩さん前変わらず、でもあなんか山崎選手、まあ、ちょっと一番見えるから、うんっていうのはあるけど、かなり、うん、木村選手とのね、相性というか、コンビの連携も良くて、自信持ってプレーしてる感じ。今日ね、初スタメンの井上くんもね、途中ちょっと怪我か何かで交代してしまったけど、まあいい、頑張ってね、やってましたからね。まあ個人的にはやっぱ日野がめっちゃ良かった前半、ね、うん、パスコースに本当顔出してたんですけど、後半もう一個頑張って決めてほしいですね、ゴールに近づくと。いやまあまだ1点だし、まだ、いやでも25分か。さあ、アジト誰に変える？どう？川原に変わってきた。アジトです。いやーでも横山の鈴木綺麗だったね。見えた？Thank you.